それではですね、こちらのトップスソロのトリコットアノラックご紹介していきたいと思います。まあアノラックパーカーといえばですね、やっぱりまあイメージとしてはちょっとこうアウトドアチックなデザインっていうのがまあ特徴で、まあちょっとこう無骨なね雰囲気のものが多かったりとか、ちょっとスポーティーな印象のものが多かったりするんですけれども、まあ、それをですねカーギーらしくですね、素材とデザインのミニマルさっていうのを組み合わせて、割とこうモダンに街着としても、着用しやすいデザインに仕上げております。シルエットとしては、まあ、ボックスのシルエットで、まあ、やはり多少ですね、僕169センチ63キロで今サイズ1番着用してるんですけれども、それなりに余裕があります。なのでですね、まあ、寒い時は中にニットだったりとか、まあ、スウェット着込んでいただいて、着用するもいいですし、まあ、本当に暖かくなってきたら、T シャツ1枚だけ挟んでね、着用することもできるので、意外とこう着回し着こなしのですね、幅も広いアイテムになってくるのかなと思います。で、素材にはですね、まあ、サスティナブルな、素材を使ったトリコット素材を使ってます。まあ、張りがちゃんとありつつもですね、まあ、しっかりと柔らかい雰囲気があるっていうのも特徴だと思います。あんまりこうアノラックパーカー特有のシャカシャカ感がそれほどなくですね、まあ、こう柔らかい雰囲気があるので、まあ、シルエットもバリッと立つんじゃなくて、ちょっとどほどかくですね丸みが出てくるっていうのも特徴かなと思います。で、まあ、アノラックらしくですね、まあ、大きめのこちらのポケットにはマチがついてまして、サイドには実はこれジップもついてます。なので本当に物入れとして使っていただいてもあんまりこう脱落することもなく着用できるのがポイントなのと、あとまあ所々にですね、まあ、この辺だったりとか、まあ、袖元だったりとか、あとこちらのフードですね、フードのところにもですね大きめのスナップボタンっていうのが付けられてます。これが結構デザイン上の大きなポイント でプラスこうかなり計算された位置にボタンを付けてますので、まあ、このように開いて着用してもいいですし、上までね締めて着用しても見え方としてすごくですね、両方とも割とスッキリ系に見えますかね。あんまりこうモコッとした感じに見えないので、まあ、春先のですね春夏シーズンらしいですね爽やかな印象に仕上がってるんじゃないかなと思います。で、まあ、カラーとしてはですね、こちらのミントグリーンとこちらのですねトープ、まあ、割とベーシックな色味ですね、とネイビーっていうのがあるんですけれども、まあ、どちらもそんなにですね、まあ、素材の特性上もあってかあんまりこう重たい感じがしない素材感なので、すごくですね軽快に着用いただけるんじゃないかなと思います。で、まあ、こちらのアイテムに関してはですね、実はペイズリー柄の、タイプもあったりするので、それはまた別の動画でご紹介していきたいと思いますが、まあ本当に春夏のいろいろバリエーションの中でアノラックパーカーってこう、まあ、ファッション好きな人にはちょっとこうやっぱり気になるアイテムのジャンルじゃないかなと思いますのでですね、まあ、アウトドアブランドとかそういうところではないアパレルブランド、カットソーを中心としたカーリーならではのアノラックパーカーに仕上がってるかと思いますので、ぜひトライしてみてください。